どうもさんは、おくチャンネル、だー今回なんですけども、第542回ロト7当選結果見ていきたいと思います。で、はい、今回なんですけども、542回ですね。もう最近ね、ロト6やりながらロト7やると、なんかもう訳がわからなく、第何回かわからなくなるよと思いつつなんですけど、まあそう思うと、ロト6ってまあ約3倍ぐらいの歴史があって、まあ開催回数も違うので、まあスピード感も違うんですけど、ああ全然開催回が違うから、まだまあデータで見たらロト7ってすごく若いんだねっていうところはまあ見え隠れしてくるかなと。まあそれがいいのか悪いのかわかんないですけど、多ければ多い方がいいのか、まあ少なくてもその中で逆に少ないなりにこう動いてるところをね、しっかり読み取れるかどうかっていうのがまあ重要なところだったりするんですけど、まあほんと最近ね、ロト7なかなかこう自分の流れと合ってなかったりするので、まあちょっとまあ削除数字の選び方だったりとかは、まあ若干ちょっとこう自分なりでも工夫して、やってはいるんですけども、まあ結果ね、どうなるかわからないというところで、早速ですね、当選結果見ていきたいと。あ、作戦金。はい、行きましょう。まずはですね、ロト7の当選番号。まずここ見ていこうぜということで、こちら。はい。2、9、26、31、33、35、36。そしてボーナス15、20ということで、これ見事なまでの荒れ替えですね。久しぶりじゃないですか、30で荒れたっていうのは。まあ、荒れ替え自体も久しぶりなんですけど、30、これ結構、これ厳しいよね。かなり厳しいよね。はい。で、出現の方、1、1、20、30、30、30、30ですね。まあまあ、あれかいでしたね、っていうのがわかると。で、奇数、偶数割合なんですけど、偶数、奇数、偶数、奇数、奇数、奇数、偶数ということで、まあ、今回、まあ、やや奇数強めなので、まあ、30あれかいがちょっと悩ましいよね、っていう感じではありますね。はい。では、軽い解説先にさせていただくと、こちらでございます。はい、全開催分トップ5ですね。これ赤文字になってるものを列ごとに1個ずつ、上手に抜くことができたらどうだったかっていうのが2、9、15、26、31、36ということで、4等取れるねっていうところですね。ボーナスありの4等でなんかつけてほしいよねっていう感じも思ってはいますが。まあ、ボーナスじゃああんま意味ないじゃんっていう話になってくるんですね。なんか2等と、マット取るしか意味ないっていう。なんかそこ寂しくないっていう感じはあるんですけど。はい。じゃあ、列解体した場合はどうだったのか、こちらでございます。はい。ここでまあ、上手に運が良かったでした。2、9、15、26、31、35、36。はい、来ました。2等狙えるというところでございます。では、出現エリア、少ないところですね。アンダー5見ていきたいのがこちら。はい。これ、今回ね、そうなんですよ。4列目の31と5列目の33がめちゃくちゃご無沙汰ですよ、というところですね。まあ、10年やってる中で、今まで過去ね、4列目の、31というものは4回しか出てないって考えると、これ結構かなり奇跡の数字な感じじゃないかなとは思ってるんですけど、まあ、重ねて、まあ、5列目のじゃあ33ってどうなのっていうのも、これ10回出てるから、まあ、年に1回ぐらいはね、このあたり出るよというところだったんですけど、まあ、4列目の31は今回、まあ、難しかったんじゃないかな。これは多分ね、狙って取りに行けた人いないと思うんですよね。はい。で、トレンドですね、見ていきたいんですが、こちらでございます。で、トレンドで上手に列ごとに1個ずつ抜いてたら、2、9、26、35、36です。4等だというところですね。4等ですね。そして、列解体した場合どうだったかっていうのがこちらでございます。で、こちらもですね、運が良かった人は2、9、26、35、36で、これも同じく4等だね、というところですね。なので一応今回解説ってだけで見ていくと、まあ、オーソドックスにまあ3、4等、なんだったら運良かった2等、みたいな感じでね、まあ、当選は取れるよね、というところだったと思っております。では参りましょう。私、エリア購入法、アミ強で購入している。本命数字の当選結果は、こちら！きつ！ちょっときつすぎん？きつすぎん？ 2、9、33、35取られております。きついです。では参りましょう。私、エリア購入法、アミ強で購入した削除数字。当選結果は、こちら！きたー！ご無沙汰！ありがとうございます！結果嬉しい当選！はい、では行きましょう。反省会でございます。はい、まあ、ちょっとね、久しぶりに撮れたので嬉しいんですけど、これまあちょっとまあ、別にね、極論、まあ削除数字として設けている10個。で、そうじゃない30個。あ、ごめんなさい、27個か。27個ね。で、どっちで、まあ正直当たってもいいっちゃいいんですよ。
ルールを入れ替えてるっていうだけで、普通だったら、まあ、37個の中の7個探そうねっていうゲーム、皆さんやってると思うんですけど、僕の場合は逆にやってて、37個の中で、出ないでしょっていうやつ10個避けようっていうゲームなんですよ。で、別に、まあ、極端に、まあ、ちょっとばらけんのが一番だるいんですけど、まとまったらもうそれで別に僕はいいんで。極論ね。どっちで当たっても、まあ考え方がちょっと違っただけで、出ないでしょっていう理屈で選んだものが出たっていうだけのことなんで、まあじゃあそれはじゃあ予想家、まあ僕予想家ではないので、基本ちょっとロジックとか考え方と、まあちょっとこう広いね、箱を用意して、その中にまあいろんな考え方を詰め込んでいくっていう形なので、まあ、これが当たりますみたいな感じで10個の予想ですみたいな、そういうのはやってないんですよ。予想家じゃないんで。まあ、ロジックでいこうぜっていうところなんで、別にどっちでもいいっていう。仕掛けにかかったな。あっちの仕掛けか、こっちの仕掛けかっていう話なので。まあ、そこは、まあ、そらね。あ、でもね、効率いいよ。絶対削除数字のところに全部集まったら当たるのが全然一番いいはずなんです。明らかに。これは間違いないですね。それは明らかであるというところでございます。はい。では、変化法見ていきたいんですが、こちらでございます。まずちょっとごめんなさい。表のところのおさらいからなんですけど、一応前回出たものと同じものというのは6と25が出てますよというところですね。で、これ多分、ごめんなさい。間違ってないと思うんです。間違ってたらごめんなさいね。はい。で、4回中のもので、同じもの出たのが2、6、25、27、28、35。で、今まで出てなかった未登場のものに関しましては、9、26、31、33が、まあ、新たに出てきたんだよっていうところですね。で、まあ、9なんかは、まあ、未登場ではあるんですけど、まあ、変化法の概念で言うと、3回前かな。だから、そうですね、3回前のもので、8があるんで、それの隣だし、2回前のものだったら10の隣になったりするので、まあ、このあたりはまあ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 って感じではあるんですけど、まあ、一応完全に、ちょっとこれエアポケットだよねってお話した手前あったので申し訳ないなと思ったら31ね。僕30から32がちょっとエアポケットだよっていう話してたので、まあ、ここちょっと出ないんじゃないっていう風に見切っていたら31は取れなかったっていう、ちょっとごめんなさいっていうところではあります。まあでも見ていると、全くこの直近4回で出てないものないし、その領土内じゃないよねっていうものに関しては、まあ、31だけかな。31だけが、まあ今まで全然関係なかったので、まあ、ここだーってとこですね。だから変化もまあ最近ちょっとこう流れ変わってきていて、今までまんべんなく出すぎて、いえ、もう選べんやんって。全部やでってなってたので、まあ、こういう、細かいね、見方も多分今後ちょっとやっていかないと戦えないなと思ったので、今回からちょっと採用させていただいております。で、まあ、次回からね、解説の方でもお話なんかもね、していきたいなと思っております。で、重複分省いていくとどうだったの？こちらでございます。はい、34の個の中でうまく選べたとしたら、2、9、15、26、33、35、36ということで、2等じゃないの。いいっすね。2等取れたら気持ちいいっすよね。なんか、まあちょっと、回によりますけど、1000万とかね、ぴゃっていく。まあたまになんか少ない時もありますけど。いや、1000万以上だとまあ、結構こう、楽な感じにはなりますよね。なんかいろいろね、すごく楽になると思います。はい、何の話だというところでございますが。はい。では、まず削除番号の、まとめなんですけど、こちらでございます。今回なかなか面白かったですね。まあ30が4つ出たよということで、それが、全部あります。全部ですね。はい。全部じゃないかな ?3 つかな ?1、2、3、4つですね。はい。全部あるやんと。全部あるやないかいと。いうところですね。あ、ごめんなさい。ちょっと、だから1個間違った。30番台。30が、あ、ごめんなさい。やっぱ3つですね。33、31、36ですね。なので、運が悪かったとしたらどうだったんでしょうかというふうに考えていくと、31、33、36、取られていたということで、まあまあ、別に当たりとかじゃないんですけど、まあ、なかなか難しかったなというところでございます。まあ、でもどうだろう ?30 全削除っていうのもちょっと僕一つ実は案があって、これはこれで面白いと思うんですよね。ただまあ、今回みたいな時があったらもうそれは仕方ないねって諦めないといけないんですけど、ただじゃあリスクヘッジするんだったら、やっぱりまあ、その避けた30番だけで番号を買うっていう、こう、デタラメな買い方しないといけないので、まあちょっと難しいところではあるんですけど、まあ一応今回ね、僕の解明こちらでございます。これ、一応、ちょっとマーキングとかも付けさせていただいてるんですが、本数字のところではまあ、4つあると。本命の方は。で、削除の方に本数字3つと、ボーナス2つ。最近ね、ボーナスの僕、隣り合わせが、なんか、変に上手になってるっていう、その別にそんなのいらないんですけど。何の意味もないんで。はい。ないんですけど、まあね、なんか、
うん、当たったねっていう、ありがとうって感じです。いや、ほんと、ほんとにね、これ冗談抜きですよ。嬉しいですよ。普通に嬉しいですよ。ただなんか、もうちょっと、クーみたいなやつ来た、クーみたいなの来たら最高やったんですけどね。はい、なかなかね、そういうわけにもいきませんので。はい。では、今回のですね、当選結果、振り返っていきたいと思います。こちらでございます。はい、今回ね、一等当選ございません。はい、皆さんこういう時は、ありがとうございますと。はい、おめでとうございますです。ありがとうございますです。はい、来週の自分たちの、夢を大きくなったんだと。難しかったんだというところで、思っておくべきかなというところですね。で、ごめんなさい。あとね、今日ちょっとコメントいただいて、キャリオーバーなしの回ってあまりと出ないですよね。出たことないですよね、みたいなお話があったんですけど、ちょっとその辺僕、まあ、あんまり追ったことなくて、あんまりまあ、意識してないんですよ。まあ、ただでも、ロトセブンは確かにずっとキャリーオーバーあるイメージが強いので、まあ確かにたまになくなるけど、また、あ、キャリーオーバー増えたな、みたいなのがあるから、言われてみたらそうかなと思ったので、まあちょっとその辺もね、意識的に追いかけていきたいなと思っております。で、2等が6口ですね。今回、あ、969万、飛び100円ですね。で、3等がね、57口あって、1427,900円。で、4等がですね、3951口で12,000円。このあたりまでが気持ちいいですね。はい。で、5等が、71,166口で1,600円。6等が136,784口で1,000円。で、キャリーオーバーが3億5,527万、飛び600円ございます。という形でございます。まあね。難しい。まあ、難しいっていうか、流れ読むのって本当にむずいなと思うんですけど、これ昨日のロト6の動画の一番最後の方でもお話しさせていただいた内容なんですが、まあ、当たらなくなった時に、一旦、買うのやめましょうねっていうのも一つ僕ありだと思ってて、で、結構、視聴者さんでコメントいただいて、今回ちょっと買うのやめますとかっていう方いらっしゃるんですけども、いや、めっちゃいい考え方だと思うんですよ。で、ただまあ僕動画配信もしてるので、まあ、それはちょっと選択肢とはないんですけど、やっぱりまあその、考え方の固執から一回脱却するっていう、その違う方向に舵取るっていう、その、まあ、足の向け方ですよね。そういう、まあ、行動力を変えていかないと、まあ、流れが急に変わった時に古いやり方のままで絶対合わないやんって話で、まあ、それがまあ、結構この、1ヶ月ぐらい当たってないですもんね、ロトセブンね。そう。なので、まあ、ちょっと変えるだけで案外良かったり、まあ、ちょっと見るところも抜本的に変えるみたいなことを、まあ、やっていくと、いろいろ見えてくるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、まあなかなかね、こう、ずっと当たってる人ってなかなかいらっしゃらないと思うので、まあ当たりにくくなったなんてね、方がいらっしゃったら、まあちょっと休憩するのも一つだし、まあ全く違う、見方、合ってるところは変えちゃダメだよっていう。正解なところは絶対変えちゃダメなんですけど、まあ例えば僕で言った変化、僕で言ったらエリア購入ファミのベースってあんまりいじらない方がいいと。でもまあ番号をチョイスするときの、まあ番号を選ぶところの指標をまあ変えるのか、まあ自分が見ている見方ですね。見方を変えてあげるのかっていうことをまあやっていかないと当たらないよっていう意味のまあ変化つけていくのはいいと思います。はい、では皆様、来週のロト7でもお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。